年下、私より9分年、なんかお腹が空いたな。お腹が空いてちゃ編集に集中ができないな。冷蔵庫を見てみるか。これはウーロン茶だ。ダイエット中にはいいな。あとはなんだ？ん？肉だ。よし、焼こう。今日は一人焼肉か。いいね。役者は揃ったが、どう焼こうか。フライパンで焼くのは気が引けるしな。お？焼肉器じゃないか？戦闘開始。一人焼肉ってこんなにもワクワクするのか。たまんねえな。この準備をする時間が一番鬱陶しく、それでいて一番楽しい。おじいちゃんおばあちゃん、パパを産んでくれてありがとう。いいね、ようやく食べる肉が泣き出した。これは大人の恋愛みたいなものだ。そう、私は今束縛をしている。あんなにも盛り上がってるところにイケメンを置いて目を離せるものか。お、いける？いけんの？熱々のお肉に甘口のタレが合いそうだ。肉の旨味、油が一瞬で溶けて口いっぱいに広がるこの感覚、もう我慢ができない。あまりのうまさに思考回路が麻痺した。まるでホストにはまる女のようだ。信じられないぞ、なんだこの美味しさは。やめられなくなっていた。止まらなくなっていた。俗に言う焼肉中毒というやつだ。美味の宝石は着々と、それでいて確実に彼女の体を蝕んでいった。熱い、でもうまい、熱うまい。新しい単語を生み出してしまった。やばすぎる、これが肉のうまみか。勘弁してくれや。これはもう止められない。私は制御不能になった人間火力発電所だ。この時彼女は冷たい視線を感じた。
君はいつもそうだ。こうやって私を冷静に戻してくれる。本当は家族用に買ったバラ肉、あまりにも美しいのでちょっと食べてみるか。やはりこの待ち時間は鬱陶しい。イケメンとの待ち合わせは我慢できるのに。まるで初デートのドキドキ感のような初々しい気持ちにさせてくれる。この時間がやっぱり楽しい。生きててよかった。これ以外の言葉が必要だろうか。この瞬間、生きる幸せをかみしめていた。半分だけど日本人でよかったと強く思うのであった。ママ、産んでくれてありがとう。おお、バラ肉の歓声が聞こえてくるぞ。まるで焼肉王国の王様になった気分だな。王様になったからか、美味の肉の前でも落ち着いてきたぞ。この美しい宝石を決して焦がしてはいけないと強く思うのであった。これからはこの肉たちを敬意を表してプリンセスと呼ぼう。そう、ご対面だ。まずは挨拶から行こう。そしてうめえ。説明は不要だ。もう誰にも止められない。少し汚い、でもそれでいい。これが一人焼肉の醍醐味じゃないか。略して汚うまい。この時彼女は理性を失っていることに気づいていなかった。それほどまでに肉に夢中だった。肉の旨味エキスが口いっぱいに広がる。それを神の液体で流し込む。うまいに決まってるじゃないか。何度も言うけど生きててよかった。本当はもっと食べたいけど、家族の分も残さないとな。最後は肉の王様になった私に敬意を表して胃袋へ飛び込んでもらおう。うまい。何なんだろうか。このうまさを今ある日本語で完璧に褒めることが困難だ。そして伝説に残る焼肉を一通り終えるとため息に似た、しかし幸せの要素を多く含んだ呼吸が本心を伝えた。生きててよ